政府においてしっかり受け止めていただき、来週の、解散のこの閣議決定に向けてですね、ご努力いただきますよう、はい、今までの常識にとらわれない、政策を思い切って打ち出していかないといけないと思います。岸田政調会長から安倍総理に手渡された第2次補正予算に向けての提言には雇用調整助成金の1万5000円への引き上げや中小事業者などへの家賃支援、授業料を減免した大学への助成などが盛り込まれています。提言を受けた安倍総理は取りまとめに向けて一層与党と緊密に連携をしていきたいと応じました。政府は第2次補正予算案を27日に閣議決定する方針です。